長州あうみさん、先ほどの紹介文の中にもありましたけども、原宿のスーパーユサコに出場ということで、いつからですかね。はい、8月の23日、24日に、原宿に行ってまいります。これも数年前から始まって、そのユサコイのね、お祭りでかなり規模も大きくなってきてますけども、どれくらいが全国からチームが参加するんですかね。大体で100は超えるんですね、確かね。はい、それぐらいのたくさんのチームが来るんですが、長州あうみ初めてじゃないですよね。2回目になります。ということでね、長州あうみ、オリジナルメンバーといろいろサポートメンバーも含めながら何人で総勢で行くぐらいですかね。40数名になると思います。という、大きな団体としてね、原宿へ乗り込んでよさこい踊ってくるということなんでね、またこの辺りもぜひご声援いただければと思います。はい、ということでお届けしました、長州あうみでした。大きな拍手。